9月の10日から堺市長選挙スタートいたしました。皆さん、期日前投票で投票行っていただけましたでしょうか。多くの方が今回期日前投票に行っていただいているとお聞きしております。投票日は24日ではございますが、この地域は祭礼があって皆さん気もそぞろになっていることかと思います。できれば期日前投票をお使いいただいて、確実に皆様の一票を投じていただきたいと思います。今回の選挙は堺市の10年後20年後に大きな影響を与える選挙になります。皆様の一票が堺の将来を作っていきます。ぜひ皆さん投票に行っていただきたいと思います。本日はこちら大鳥駅駅頭をお借りいたしまして、松井代表、馬場幹事長、そして足立康史代議士に今の堺市どういうふうな状態なのか、そして竹山市政が次の4年間も続けばどのような状況に陥ってしまうのかをお伝えいただきたいと思います。今回の選挙は私たち大阪維新の会、長藤秀樹を自信を持って公認しております。長藤秀樹は2期6年大阪府議会議員を務めてまいりました。今回は府議会議員を辞めまして堺市長選挙に挑戦させていただきます。大阪維新の会が自信を持って長藤秀樹送り出しました。ぜひ皆様のご支援、これからもどんどん集めていただきまして、そして24日には新しい堺の門で迎えさせていただきたいと思います。それでは早速、私も宇田場やすしと言いますが、同じやすしということでダブルやすし、足立康史代議士に皆様にお訴えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました衆議院議員の足立康史といいます。皆さんね、国会ではいろいろ下品だとかいろいろ言われてますが、堺では上品にやってますんで、ね、またご理解、ご支援のほどお願いをいたしたいと思います。さて今日ね、この場に馬場幹事長、そして松井一郎代表も参りますんでね、しばしその前座を務めさせていただきたいと思います。皆さんね、今回の選挙戦の唯一最大の争点はね、停滞か成長か、これはもう何度も聞いていただいていると思いますが、これは本当に大切な争点なんです。そもそもね、今日本は少子高齢化の大変厳しい山を乗り越えていかねばなりません。少子高齢化の大変厳しい峠を乗り越えていかねばなりません。それは日本全国どこでも同じ。そのためにはね、やっぱり成長が大事なんです。大阪市、大阪府はね、松井一郎知事、そして橋本知事、松井知事、それから吉村市長、ずっとね、大阪維新の会、皆様に作っていただいて、この大阪維新の会が政治をリードする形で成長活力を取り戻してきました。ところが堺だけはこの2期8年4年8年停滞を続けてます。皆さんね、停滞を続ける中で皆様の生活とお仕事をお守りすることはできません。停滞をする中で皆様の高齢者の皆様の福祉サービス充実することもできません。子どもたち、未来をつける子どもたちの教育サービスを無償化していくこともできません。だからこそ4年8年前に皆様に作っていただいたのが大阪維新の会なわけであります。ぜひ堺でもね、活力をもう一回呼び戻して成長を実現していきましょう。そのために大阪維新の会が公認をいたしたのが長藤秀樹さん41歳、大阪市長の吉村さんと同世代、松井一郎知事の右腕としてもう今この場に参りますが、この
松井一郎大阪府知事の右腕として維新の会の政治を支えてきてくれた青年でございます。ぜひ皆さん中藤秀樹さんに力を集めていただきたいと思います。皆さんね、今日ここに車でずっとね、車でまた回ってますからね、ポスターの掲示板、公営掲示板には今ポスターナンバー1番のところに中藤さん、ポスターナンバー2番のところに現職の滝山さんありますが、今日からなんかポスター変わってましたね。なんかね、滝山さんのポスターが今日から変わってるんです。で、滝山さんの顔の写真がなくなってます。顔隠さないでほしいんですけどね。僕はね、滝山さんの顔可愛いと思うんですよ。あの顔、ガマガエルのような顔ね、なんで隠せんかなと僕は可愛らしいと思うんですが、今日から公営掲示板のポスター張り替わりまして、顔を隠してます。そんなね、政策を隠しね、争点を隠し、8年の実績がないことも隠す、顔まで隠す、そういうね、おかしな選挙はやめて、我々大阪維新の会は皆さんにぜひね、政策を知っていただく、そして候補者である長藤さんについてもその人物をよく知っていただいて、そしてご支援をいただきたいとこう思っております。皆さん、大阪維新の会、知れば知るほど応援したくなるのが維新の会、知れば知るほど応援したくなるのが中藤秀樹でございます。私もね、24日の投開票日まで24時間ずっと堺に入りましてね、全力で戦いながら、24時間やったら選挙違反になりますが、しっかりと戦い抜きますのでね、共産党の皆さんに取り囲まれてもひるまずに戦い抜きますので、ぜひ皆さん一緒にね、24日までぜひともともに戦い抜いていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、司会に戻した方がいいね、司会戻します。ありがとうございます。どうも、大阪代議士、高橋代議士、どうもありがとうございました。同じ安志ということで、実は4年前、足立代議士の、外線車お借りいたしまして、はい、戦いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、続きまして、地元大鳥より国政に送っていただいております、衆議院議員馬場伸幸より皆様にお訴えをさせていただきます。どうぞご清聴よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、衆議院議員の馬場伸幸でございます。この大鳥で生まれ大鳥で育ち、大鳥の皆様方に一方ならぬお世話になって、今こうして国会で活動させていただいております。心から厚く御礼申し上げたいと思います。現在堺市長選挙、10年後20年後占う非常に重要な選挙戦です。今回のこの選挙の争点、いろんなことが言われています。そしてね、私はこの中でもこの今の堺市を象徴する大きな争点が一つあると思うんです。それは何か、水道料金の値下げなんです。水道料金の値下げ、これはね、堺の皆さん方からもいろんな声が我々のもとに届いています。水道料金高いんじゃないですか、そういう声がたくさん長年にわたって私たちに寄せられてきました。これね、皆さんどれだけ高いのか、堺の水道料金は大阪市の2倍なんです。堺の水道料金、大阪市の2倍、堺市民の皆様方にご負担をいただいてるんです。これね、なぜ同じ政令市で、そして川を挟んで隣同士の自治体がなぜこれだけ水道料金が違うのか、なぜ堺の水道料金下げられないのか、皆さん方も不思議に思われると思います。これはね、一つに今の市長さん、水道料金は高いという声が届いているはずです。しかしね、この2期8年間で全く水道料金手付かずの状態です。我々大阪維新の会、そして長藤秀樹は
この水道料金どうしたら下がるのか、いろんなことを今勉強しています。大阪市はね、お母さん方、水も余ってるんですよ。水が余ってる。4割近くの水を廃棄してるんですね。捨ててるんです。この捨てている4割の水を堺に引っ張ってくることができれば、それだけでも水道料金は大幅に下がります。すなわちね、この水道料金という問題は解決するためには新しい発想、新しいやり方、そういうことが必要なんです。今の堺市政のように前例慣例、古い政治を続けている間は水道料金の値下げはできないんです。そしてね、皆さん、今の市長さん、4年前に再選をされたときに最初に手掛けた仕事、何だったんでしょうか。思い出してみてください。4年前に再選をされたときに今の市長が手掛けた仕事、それは皆さんね、堺市の職員さんの給料を上げることだったんです。そして給料を上げて、市民の皆さん方に大きな批判がないと見るや、今度は自分のね、ボーナス、3年間上げ続けてるんです。3年間で42万円、今の市長さん、ボーナス上げています。その結果、大阪府内で、今松井知事も来ました。松井知事、大阪市長、その他の市長、いっぱいおりますけれども、今一番給料が高いのは、堺の市長なんですね。松井知事よりも給料が高い。これね、仕事してるかしてないかとか、そういうのは別としましてね、松井知事より堺市長の方が給料高いというのはちょっと納得できないな。それが皆さんのお声だと思うんですね。これね、水道料金は下げられなくても、職員の給料や、そして自分のボーナスは上げていく。堺のこれからのリーダーがこんなんでいいんでしょうかね。そしてね、最近私が一番おかしいなと思ったのは、今三国の駅前にね、新しいまた庁舎を建ててるんです。堺市のね、新しい庁舎をまた建ててるんです。もうね、皆さん堺東行っていただいたら立派な庁舎があって、そしてね、堺東のあのテナントビルいっぱい空いてますよ。今スペースが足りないんであれば、そういう空き部屋を借りて、そこで仕事をするという発想をするのが今のリーダーの考え方だと思うんですね。でもね、今の市長さんは三国ヶ丘の駅前に新しい庁舎を今建築中です。これ皆さんね、いくらだと思いますか。これね、26億円。ありがとうございます。26億円の税金を使ってこの新しい庁舎建ててるんですね。26億円あれば水道料金の値下げ考えられるんじゃないですか。高齢者の皆さん方、障害者の皆さん方の福祉をもっと充実させる。お出かけ応援バスも、これ365日いろんな範囲を走り回らす、そういうこともできると思いますし、我々がずっと掲げています子どもたちの教育費の無償化、こういうことにも取り組めると思うんですね。私はね、これからの堺のリーダーはやはり納税者、市民ファーストの考え方でこういった発想をしていく。そしてそれを行うときには新しい考え方、新しいやり方でこの堺市を動かしていく。これがね、大事だと思います。長藤秀樹、2期6年間大阪府議会議員を務めてまいりました。堺のことをよく知っています。そして大阪府で松井知事と一緒に大阪の大改革に取り組んできました。即戦力です。堺市長に押し上げていただければ、すぐにでも皆様方のためにお役に立てる、そういうね、堺市長になれると思うんです。ぜひ皆さん、そんな考え方で9月の24日、まあ前の日、試験日とかいろんなことがあってね、お忙しいと思いますんで、いつでも行けます。区役所に行っていただいたら、手ぶらで行っていただいて、期日前投票ができますんで、お時間があるときに、期日前投票もぜひお願いを申し上げたいと思います。もう一度最後に申し上げます。水道料金の値下げをできるのは長藤秀樹です。そして子どもたちの教育費の無償化も実行できるのは長藤秀樹です。
皆様方の力を結集してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは大阪維新の会代表でございます松井一郎より皆様にお伝えさせていただきます。政調ご清聴よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ありがとうございます。まあいよいよね、堺市長選挙も序盤から中盤になってきました。で今日からは府議会の、補欠選挙、市議会の補欠選挙も始まりました。大体選挙って言いますと、もうみんな候補者ね、各陣営いいことしか言いません、ね、いいことしか言わない。でもね、その言ってることどちらが真実かということを皆さんに判断をいただきたいわけです。我々は今こう言ってます。堺は停滞してるんじゃないですか。堺は可能性ある、ポテンシャルあるから、頑張れば成長できるんじゃないですかっていうのを我々は言ってるんです。長渕君、そして竹山さんは8年間やってきて、堺は十分成長してるんだ、良くなってるんだ、だから引き続き堺の市長をやるんだ、こう言ってます。でね、ここからどちらも皆さんにはいいことばっかり言うけれども、どっちが事実かということなんです。それぞれの陣営はそれはそれぞれの得になることしか言いません。でも皆さんね、まあやっとね、報道テレビもね、そのそれぞれのね、言ってることが事実かどうかっていうのをね、言い出しました。これ毎日ね、NHK がね、堺市の争点っていうのやってます。ご覧になったこといらっしゃいま、ご覧になった方いらっしゃいますかね。あ、いらっしゃいます。ありがとうございます。ね、ああいうふうにヤジを飛ばす方もいるんでね。でね、見ていただいたら分かりますように、堺が成長してる。でも、じゃあなぜね、堺には、これまで、この8年前はね、あ、9年前、9年前はね、商店街は98商店街がありました。9年経って、今、商店街は78、20の商店街がなくなりました。これ僕が言ってるんじゃないですよ。NHK が調べて放送してるんです。それから、商店街がなくなった分、各お店、この9年間で700件お店が、店じまいして閉店をしました。それはそうです、ね、商店街そのものがなくなるわけですから、お店もなくなる。商店街なくなるのはなぜか、お客さんが来ないということでしょ。でね、我々はね、大阪市内でもお客さんの来ない厳しい経験、厳しい現状の商店街知ってます。一番わかりやすいのがね、黒門市場。4年前黒門市場ね、ガラガラでしたよ、皆さん。お客さん来ない。でも今、黒門市場どうなってますか？外国からのお客さんで満員です。市場の皆さん、経営者の皆さん、これ外国を勉強しようよということで、今までやったことのない、まあ僕よりも先輩の経営者の皆さんが、英語勉強して、中国語勉強して、海外からのお客さんにおもてなしをしている。その結果、黒門市場すごくにぎわいをもうどんどん上がってきて、でこの間も聞いたらね、儲かってるって言ってました、お店の大将みんな。皆さん、これどちらがね、大阪市内黒門市場と堺の商店街どちらが成長してますかということなんです。で外国からのお客さん、僕が知事になった時は2011年、外国からのお客さんの数は1年間160万人でした。今、2017年、この1月から6月まで、外国のお客さんどれだけ来てるのか。半年で530万人です。今年は1000万人を超えるお客さんが大阪に来てくれます。だから、このお客さん方が今大阪市内ばっかり行ってる。黒門市場行って、買い物して、食事して、高島屋で物買って、阪急で物買って、とにかくあのエリアばっかり行く。だから僕たちは、橋本市長と僕と竹山さんを誘ったんです。観光客を堺まで呼び込むために、一緒に観光局に参加しませんか。大阪府と大阪市で、もう
こういう観光需要になるだろうという予想は5年前からしてます。そして橋本市長と僕と大阪観光局という大阪府大阪市経済界一体になった組織を作ったんです。そしてそこでね、海外からのお客さん何を望んでるのか徹底的にマーケティング調査、彼らのニーズを調査しないとね、ニーズと違うことやってもお客さん来ませんから、ニーズを調査して、そしてその海外で大阪の良さをアピールする、プロモーションする、これが一番重要なんです。彼らのね、ニーズを調査するとね、一番言われたのはね、まずはフリー Wi-Fi、 使いやすいフリー Wi-Fi 作ってくれ、そして外国のお客さんが買い物したり宿泊したりするときに多言語で対応できる、そういう環境を作ってほしい、これがお客さんのニーズでした。だから橋本市長と僕と観光局作って、その観光局が徹底的にニーズに合った観光政策を実施してきたわけです。その結果ね、今もう何度も言いますけど、2011年160万人だったのが1000万人を超える海外からのお客さんを迎え入れる状況になりました。こういうこと言うとね、それはどこの東京でも増えてるだろう、ね、あちこち観光客は増えてるはず、大阪だけじゃないでしょと言うんですけど、皆さんこの間ね、新聞テレビでも見ていただいた通りなんです。大阪の観光客の伸びは東京以上に伸びております。今年も前年対比 23% ぐらい伸びている、東京でも 15% ぐらいなんです、伸びは。圧倒的に大阪が観光という産業に対し大阪が今リーダーシップを持ってるんです。これをね、僕たちは堺まで取り入れていきませんかって言うんです。竹山さんはこう言うんです。堺は毎年何百万という人が来てる、こう言うんです。これをね、この間、まあ、それは NHK で今調査して報道してました。外国からのお客さんが来てるのは20万人だけです。1000万人大阪に来るのに 2% しか堺に入ってこない、せめて2割3割堺に呼び込むことができるでしょう、呼び込む方法もあるんです。皆さん、我々は具体的に言いますよ。大阪市内外国の観光客一番訪れるところどこか、大阪城なんですよ。大阪城、去年までお城、公園のあるお城のね、日本で一番外国からの観光客の人気があったのは姫路城でした。姫路城、去年までは姫路城がナンバーワンです。今年はなんと姫路城を抜いて大阪城が日本のお城がある公園、訪ねる場所ナンバーワンになりました。260万人を超える人が大阪城に来られております。皆さんご承知の通り、大阪城といえば豊臣秀吉の時代です。豊臣秀吉の時代の歴史、伝統、文化、そういうものを感じるために大阪城に大勢のお客さん、海外から来られてるわけで、このね、豊臣秀吉といえば、皆さん秀吉の時代のトップの文化人って誰ですかとね、これはもう日本人なら誰でも分かる千の利休さん、ね、あの時代の文化人、ね、トップの文化人です。千の利休といえばどこですか、堺なんですよ。李承の森って皆さんの税金で作ったわけでしょ。でも作った当時は、ね、珍しいから少しはお客さん来たけど、毎年毎年飽きられてしまってね、もう今観光鳥が鳴いてるというような状況です。要は我々はね、大阪府大阪市堺市一緒になって海外のお客さん堺に呼び込みませんか、要は今大阪城に来ている外国のお客さん、ね、豊臣秀吉の時代の伝統文化、それを感じることを感じる目的で来られてるお客さんに大阪城で、要は当時の文化人、トップの文化人の千の利休さんのそういう、それを解説をする素晴らしいそういう展示場、それは堺にあるんですよ、李承の森というとこですよ、宣伝すればいいじゃないですか。外国のお客さんというのは日本文化にすごく興味があるんです。これを竹山さん誘ってるんですよ。でも全く見向きをされておりません。僕と
橋本市長で誘ったけども、大阪観光局、どうぞ入ってくださいって言いました。僕は個人的には竹山さんとは合わないけど、堺を成長さすのは知事である僕の仕事だとも思ってる。だから竹山さん一緒にやろうよ、そこはそれ別に考えて誘いましたけど入りません。堺は堺でやる、堺だけで成長する。皆さんこれが事実、成長してますか。我々大阪府大阪市堺市一つにまとまれば堺にお客さんを呼び込むことができるんです、ね、もう具体的に申し上げてる。大阪城260万、それだけのお客さんが来ている。半分だけでも理想の森行っていただいたら、皆さん半分だけでも行っていただいたらね、皆さんこれ130万ほどの人が堺市を訪れることになるんです。今は海外からのお客さん 2% ですよ。この堺に来られてるの、皆さんせっかく大阪で今観光というのが産業になって盛り上がってるのに、なぜね、堺がこういう形で府と市と一緒になってそういう事業をしようとしないのか。もう一つだけなんです、理由は。僕や橋本市長の時代、今吉村市長と僕と竹山さん、我々のとこに入るとね、今の竹山さんが目立たないから、堺でね、堺でって言ってれば堺の中では殿様です。でも大阪は大阪市、堺市一緒にある、そこに出てくればね、ご自身は目立つことはありません。あんまり自分がいかにねトップで降り続けたいかということだけなんです。自分の思いだけでね、堺がやっぱり成長しきれない。だから僕たちは停滞してるって言ってるんです。一緒にやれば成長できるって言うんです。でも竹山さんは十分だと言ってます。今で皆さんこれでいいんでしょうかということです。そしてねもう一つね、竹山さんはこう言います。堺は住みやすい街だ、どんどんね住みやすくなってる。まあ関西ではナンバーワンのね住みやすい街、住みやすい街ならね皆さん必ず人が増えるはずでしょう。住みやすいんですから、どうなってるんですかということなんです。皆さんこれがまたこれ事実です。これはね人口を推計したグラフです。上が大阪市です、下が堺市です。平成21年から大阪市でも自然源はあるんですよ。当たり前なんです。高齢者が増えて新しい子供が生まれるのが少ない、少子高齢化、自然源はみんなあります。でも一番重要なのはねこのオレンジ色のところです。オレンジ色、これは社会増減、要は現役世代がね堺にとどまってるかどうか、外へ出てしまってるかどうかということなんです。大阪市はずっとプラスで来ております。橋本市長が就任した時からずっとプラス。堺市は皆さんもうマイナス基調に入ってしまっております。マイナス基調に、要は住みやすい街、関西ナンバーワン、竹山さんは。でも数字はどうですか、これが事実なんです。なぜ現役世代住みにくいのということです。それが先ほど馬場議員がね皆さんに訴えたことです。皆さんの負担が大阪市と比べて負担が多いということなんです。皆さん上下水道料金は大阪市の倍です。それから、子育て世帯の皆さん、大阪市内は橋本吉村で子どもたち4歳5歳幼稚園保育園無償にしました。堺はどうですか、今回初めて2人目から無償にする。じゃあ1人っ子のところは満額払うんでしょという話だ。僕は大阪府知事でねさまざまな、アンケート調査、府民意識調査というのを取ってます。でその府民意識調査で若い世代、子育て世代の皆さんにね、なぜね結婚、なぜちょっと躊躇してるんですか、子供は1人2人3人増やしたいですか、そういうことを聞きます。みんなね子供は増やしたいと思ってます。結婚もしたい。でもね一番この人たちのネックになっているのは何か、皆さん
教育費がかかりすぎなんです。日本は日本では子育てする教育費、それがあまりにもかかりすぎるから自信がないよということで、まあ結婚しても1人2人まで、3人目はやめとこうかな、こういう話になる。だからこれから日本のね、力をつけさせていく、少子化を解消するためにもね、教育費、これをぐっと抑えていくことをしなければなりません。そんなこと言ってね、本当に維新の会でできるのか、そこなんです。皆さん、大阪市でやってますから。我々吉村市長は3歳4歳、この4月から、あ、4歳5歳すいません吉村市長は4歳5歳、この4月からね、幼稚園保育園無償です。無償。堺市は まだこういうのが始まっていません。大阪市はそれをやることでね、赤字になっての増税したのやっておりません。要は徹底的に役所の改革をして財源を生み出した。でその財源の生み出し方、これもね、最後に申し上げます。具体的に言うとね、大阪府でも、まあ橋本知事になる以前はずっと赤字でした。11年連続でも橋本祭り10年やってね、もう今この10年間、まあ予算でいうと9年間来年も黒字になりますけど、まるまる黒字です。今ずっと続けて、なぜそうなるのという話。要はね、我々徹底的にね、役所という組織の意識改革をしたということなんです。この10年で大阪府庁ね、この10年間で職員の数は2700人減りました。当たり前のことです。職員2700人減るとその分の人件費が浮くということなんです。その浮いた人件費総額は1年間900億ありますよ。その900億を今大阪府は子どもたち、子どもたちの例えば私学高校行くとき、公立だけじゃない私学も無償というのを実行しているんです。で私学の無償化制度というのは府域全体です。もちろん堺もその中に入っている。堺の子育て世帯の皆さん、高校行くときは私学であろうが、これは無料になっております。でも借金でやると子どもたちに手を回すから、徹底した役所改革でこれをやりきりましたよということなんです。皆さんね、2700人減らした結果、今大阪府は人口10万人あたりで一番職員が少ない、そういう役所になってます。でもそうなったか、それでも大阪府民の皆さんに、大阪府政はね、悪くなったとか、皆さんのサービスが悪くなったという声は僕は聞いておりません。一部ね、そういうことを言われる人がいるかもしれない。でもね、大体はね、今まで以上に大阪府いろいろやってるよねということを言ってもらってる。職員の数が減り、ついでに残業も減ってるけど仕事は増えてます。でもそれを、職員は優秀ですから、これをやりきることが現実実際にできてるわけです。社会でもこれがやれます。竹山さんじゃできません。なぜか、ババ議員もさっき言ってたと思いますけどね、これはね、自民党、共産党、民進党、社民党の野合談合のね、そのこんなね勢力で、選挙にお世話になると、これやれるはずがありません。特に民調はできません。なんといっても役所の組合が一番の支持母体です。職員労働組合が一番の支持母体。大阪市もひどかったんです。橋本さんが市長になる前、橋本さんが市長になった時ね、一番最初に市長の仕事は何、ね、職員が言ってくるんです。橋本市長、よくぞ大阪市にお越しになりました。まず一番最初に組合に挨拶行ってくださいって言うんです。大阪市はずっと歴代市長になれば組合に挨拶行く。なぜか、選挙でむちゃくちゃ世話になるからです。人は出してもらう、お金出してもらう、選挙でむちゃくちゃ世話になったら、それは世話になったところに挨拶行くのは当然です。人として当たり前。でも橋本さんはあの当時ね、僕との最初のダブル選挙の時、あの当時別に組合にお世話になってませんから、ご挨拶には行きませんでした。でその結果、大阪市の職員労働組合ガラーッと意識を変えることができたんです。昔はもうとにかくね、ひどかった。
それはもう皆さんもご存知でも今の大阪市役所の組合はそんなことありません。ガラッと意識が変わりました。だから同じことをね、堺市でもやれば、先ほど申し上げましたけど、皆さんの負担を減らせるための財源は生み出されるということなんです。これを実際我々はやってきましたよ。だから今度長藤に同じようなことを堺でやらせていただけませんかというのが今回我々が訴えていることです。最初に言いました。どちらもいいこと言います。でもどちらが真実かを皆さん自身で確かめていただきたいと思います。我々だけの主張ではね、これは維新はね、自分たちの言うことばっかり言ってんじゃないの、こう思われるかもしれません。皆さん、あの報道で、まあ、NHK がね、それぞれの主張というのをやってます。毎日彼らが独自で今の社会の現状を調べて、それに対して長藤候補と竹山さんとどう解決するんですかということを尋ねてます。それぞれが答えてます。それを見ていただいたら一目瞭然となります。皆さん、行政に100点満点はありません。どちらが真っ赤なんです。行政を運営するのにね、100点満点というとね、それができるのはアラブの国ぐらいです。100点満点って何か、皆さんから税金はもらわない、でもお一人お一人ね、子育て世帯の人ならね、教育費を下げてほしい、高齢者の人なら福祉のお金もっと回してほしい、ね、そういうことを税金をもらわず皆さんの要望を全て答えるのができるのが100点満点。でも日本ではね、それはありえないんです。これはアラブの国で、ね、ガソリンがね、どんどん引き出すようなそういう国、その資源を売ってやりくりしてる国はできるけど、日本の国じゃそれは無理です。皆さんからの税金をいただいて、皆さんのそれぞれの行政サービスを実現していく、それが行政に我々の仕事なんです。だから行政を動かす中で税金の使い方、どっちがマシですかということを皆さんに判断をいただきたいと思ってます。まあ橋本祭でね、改革やってきた自信はあります。今隣の大阪市では吉村がそれできてるんです。堺でも必ずできます。ポテンシャルはあります、堺には、ね、だからぜひ我々とね、一緒に新しい堺をぜひ作っていきたいと思ってます。今回ね、とにかく堺がなくなる、堺が潰れる、ね、堺を守ろうと、こんなことばっかり言ってる皆さんね、僕はね、あのどこかの将軍みたいにね、ミサイルや核兵器持ってるわけじゃないんです。堺が潰れるわけがありません。なくなるわけでもありません。堺の皆さんからも僕は一票いただいて知事になってる。大阪市内だけ良くなってもダメなんです。堺も良くするのが僕に与えられた使命だと思ってます。そのためにはね、我々と一緒に、まあ連携しながらね、行政を動かせる。ぜひ長藤、ね、長藤秀樹に皆さんの力を貸してやってください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。いや本当にね、あの NHK 見てください。もう分かりますから、我々が言ってることはね、松井言ってることもまあね、適当にね、自分たちでこう粉飾してるんじゃないのと思われるかもしれない。だからね、もうはっきり、そういうね、メディアのそういう、私の主張というのがあります。それ見ていただいたら一目瞭然ですから、皆さんぜひそれを見ていただいて、今の堺は停滞している、もう今のままでいいという方は仕方がありません。でも今の堺を停滞して、もっと堺は成長できる、そういうふうにお感じの方は我々にぜひご支援をください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもご清聴ありがとうございました。松井一郎代表でございました。どうもありがとうございました。今日の夜7時からこちらにございます大鳥小学校で長藤秀樹の個人演説会ございます。今日こちらにお越しいただきました方、またご近所の方、できればたくさんの方 お誘い合わせいただきまして、大鳥小学校までお運びいただきたいと思います。こちらの
街頭での演説、これにて終了させていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの皆様にご清聴いただき本当に嬉しいです。どうか皆さんには今一度ご一行いただきたい。この8年で堺の街はよくなりましたか。大阪維新の会公認市長候補の長藤秀樹、政界か政調か大好きな堺のために頑張ってまいります。皆さんどうもありがとうございました。ちょっとね、まあ、あまりちょっと残り時間も少ないんでね、これからちょっとぐるぐる回ってきます。本当にね、ありがとうございます。わざわざそうしてね、立ち止まって聞いてもらえる、ありがとう、すいません、ありがとうございます。皆さん、まあどちらかが適当な嘘を言ってるということなんです。ぜひ皆さんのね、もうご自身で確かめてもらいたいと思います。よろしくお願いします。ありがとう、仕事ご苦労さんです。とにかくね、ちょっと景気いい社会作るんで、よろしくお願いします。もう仕事は、じゃあ、うまいビールでも飲んで、今日も。明日は台風来るから、今日の金曜の夜でね、こう楽しい夜を過ごしてください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ありがとう。どうも、松井です。ありがとう。すみません、お願いしますね。あ、お父さん、ありがとう。松井です。お願いします。あ、お店からありがとう。あ、松井です。ありがとうございます。ありがとう。大丈夫、大丈夫。